大会開始前からパリオリンピックでは CO2 削減のためにエアコンを設置しないことを明らかにしており、独自の床冷房システムを導入し、エコな方法で環境を整えることを目指していた。しかし、いざ大会が始まると、連日の猛暑で選手からは、部屋が暑すぎると苦情が殺到することに。あれだけエコを主張していたパリオリンピック実行委員会だったが、最終的には冷房の導入を容認した。しかしまさかの、費用は選手側負担。誘致国としての選手たちの住環境の保障を放棄したのだ。食事の質の悪さなどもあり、中には選手村から脱出し、ホテル泊をする選手も出る始末。しかしこれにより、経済的余裕のない国や選手は、冷房のない過酷な環境に置いてきぼりにされ、国家間での選手たちの環境格差が生まれてしまう結果となったのだ。今回は、冷房欲しけりゃ自分でつけろ。エコをご利用ししていたのにもかかわらず、自国の選手はちゃっかり冷房完備の部屋に滞在していたことも判明。相次ぐ誤審だけでなく、選手の住環境に至るまで、不公平すぎるフランスパリオリンピックの闇について紹介していく。道頓堀の4倍の大腸菌が検出されたセーヌ川での競技強行で、トライアスロンの選手がレース後に10回も連続して嘔吐。 CO2 削減の観点、 SDGs 持続可能の観点から、野菜ばかりの食事で牛肉の提供を禁止した選手村。世界中から集まったアスリートたちにとって、体調管理は最も大切な要素であるにもかかわらず、政治的思想の強すぎるパリオリンピックで、彼らは著しく過酷な環境での生活を強いられている。そんな選手ファーストの真逆を行くエコロジーの観点から、選手村でもエアコンが完備されていないことは開会前から明らかにされていた。各部屋に用意された扇風機や地下水の循環によって部屋の温度を下げる床冷房などが導入されているが、連日の猛暑に太刀打ちすることはできなかったようだ。前述した選手村の食事に関する問題も相まって、中には選手村から避難しホテルでの滞在をしている選手もいるようだ。アメリカのバスケットボール代表選手たちは、市内のホテルを約23億円で貸し切り、選手村から避難したことが報じられている。日本においても女子サッカー代表のなでしこジャパンは、選手村には入らず、ホテル滞在をしていることが明らかになっている。しかし、こういった対応ができるのは、金銭的余裕のある国やチームのみ。金銭的な余裕のない選手たちは、相変わらず選手村での過酷な生活を強いられているようだ。英大手紙ザ・ガーディアンの電子版が1日、パリ五輪のエアコン問題について報道した。前述した通り、当初は環境に配慮し、選手村の部屋にエアコンを設置しない方針を掲げていたパリ五輪。2024年大会を史上最高の低炭素、新環境五輪として開催するとし、2012年ロンドン大会と2016年リオ大会の平均である350万トンの二酸化炭素排出量を半分の175万トン以下に減らすと宣言したのだ。目標達成に向けて組織委員会は、競技場に移動するバスでもエアコン使用を制限した。昨年、パリのアンヌ・ギダルゴ市長は、選手がリラックスできることももちろん尊重するが、人類生存問題をより重く考えている。とし、パリ五輪が環境的な観点で模範になるよう願う。と話していた。しかし結局、選手や関係者からの多数の苦情を受けたことで、各国の代表団が移動式エアコンを設置できるように対応することに。ところがこのエアコン、なんと自費での負担になるというのだ。さらにガーディアン紙面では、フランスチームを含めてお金を払った国家代表選手はぐっすりと寝ることができる、と報じ。言い出しっぺであるフランスのチームがちゃっかりと冷房を完備した部屋で過ごしていることを報道。目標を掲げた国の選手が他の国を差し置いてより良い環境で過ごしていることがイギリスメディアによってばらされたのだ。一方で、選手村のこんな実情も報道している。ルーマニアの卓球選手であるベルナデッテ・スーチ選手は、猛暑に苦しめられて夜中にテラスの扉を開けておかなければならないと話しているという。スーチ選手は、エアコンなしで扇風機だけでは暑すぎる。部屋も小さいのに2人が寝ている。として暑さを訴えているという。続けて、以前はそこまで暑くなくラッキーでしたが、今は部屋の中がとても暑いと感じます。
扇風機は十分に強力ではなく、向いている時は良いですが、回転すると感じません。夜はテラスのドアを開けて寝ています。と語ったという。パリオリンピックでは、ラグビー日本代表選手の部屋から、外出中に貴金属や現金50万円などが盗まれる被害も出ている。窓を開放しないと眠れないような環境では、防犯面の問題も出てくるだろう。ところが、こういった状況を受けても、国際オリンピック委員会は譲らなかった。日中の最も暑い時間帯にも、床冷房が目標温度の23から26度を維持すると主張したというのだ。しかし、それでも英国、オーストラリア、米国、さらに開催国フランスを含む富裕国を説得することができなかったとガーディアン紙は報じている。主催側は各国家代表団がエアコン2700台を注文したと明らかにしているが、五輪選手村には7000室を超える客室がある。裕福な国が自国選手を助けるために努力する間、フランスは五輪誘致した側であるにもかかわらず、具体的な対応はせず、結果、エアコンなしで過ごさなければならない他の国の選手たちからは、苦情が出る結果となっているようだ。そして現在、フランスの無責任すぎるこの対応が、国家間での環境格差を生んでいるのではないか、という批判を生んでいるのだ。CO2 削減を大々的に掲げたものの、そのプロジェクトにはあまりにも無理があった。結局世界中の選手を巻き込んだ末、富裕国と貧困国の格差を生んだ上、問題解決のための努力はせず知らんぷり。さらにはエアコンなしを主張した自国のフランス人選手もエアコン完備の部屋で過ごしているというのだから、エアコンなしを強いられている選手たちが怒るのも当然だ。毎日のトレーニングや大事な試合の前、適度な温度に設定された部屋でしっかりと体を休められないとなると、選手のパフォーマンスにも影響が出てくる可能性が考えられる。これに対してはネット上でも、結局エアコン入れるんかい、ということはそもそもエアコン入れなかったのはオリンピックでの経費削減ということですね。入れたいのならどうぞ敵になっていて、誘致国として無責任すぎる。エアコンの完備がかなわない国に対してコンディション管理の部分で嫌がらせをしているようにしか見えない。国としてオリンピック誘致が第一重要課題で、決まったらこっちのもん、あとは全部手を抜いてる気がする。環境問題は大切だけど、選手たちは環境対策を学ぶためにパリに行くわけではない。やはりアスリートファーストじゃないと。食堂のメニューといい、フランスの独りよがりが過ぎる。この記事だとフランスもエアコンを自費でつけてるっていう体になるけど、それ本当かな？めっちゃ怪しくない？オリンピック役員、関係者は冷房の効いたホテルに宿泊しているんでしょうね。一番大切な選手への待遇がひどすぎる。誘致国としては過去最悪じゃないかな。まさにフランスなんて実態はこんなもんっていうのを地でいくようなオリンピック。食堂までもパンがなければお菓子を食べればいいじゃないを体現する施設になるとはな。誤診にこらえ、飢餓にこらえ、水質汚染にこらえ、劣悪な住環境にこらえてこそ真のアスリートってこと。今世紀の五輪史に残るクソ大会だな。エコーを歌ってるけど、結局のところお金がなかったのでは？自国選手にはちゃんと整備されてるみたいだし、今回のオリンピックは審判の判定も含めて不公平感がすごい。フランスチームは初めから地下水だけで耐えられないのを知っているからエアコンを設置していて、フランスの話を信じたお人よしの国と資金が厳しい国は騙されたってことかな。開会式の演出を見ても、多様性と言っておきながら己のエゴと価値観を押し付け、多様性とは正反対のことを平気で行う、恥ずべき国を全世界に知らしめた。綺麗事ばかり言って問題が起きても高みの見物、いかにも傲慢なばかりで中身が伴わないフランスらしい低たらくですね。フランスってもっとしっかりした国だと思っていたけど、気ぐらいばかり高くて能力がない国だとよくわかった。カーテンがないっていう報道もあったけど、エコだというなら床冷房で冷えた室内の温度を保つためにもカーテンはつけた方がいいよね。言ってることとやってることが全然整合性取れてない。史上最高にエコな大会を宣言したパリオリンピックだったが、本当はただの経費削減が目的だったのではないかという見方をする人が多いようだ。わざわざパリにオリンピックを誘致し、世界中から集まってきた選手たちに対して
フランスのこの仕打ちはあまりにもひどい。別テーマでは多様性の尊重も打ち出しているが、それもこれも経済力があることが前提となっているようだ。また国家間で不公平な環境をわざと生じさせて、フランス人選手が有利になるように仕向けているのではないかとの声も散見された。食事や試合環境、そして審判の判定に至るまで、何もかもが不公平なオリンピックというのが全体の印象になってしまっているようだ。さて、このエアコン問題でパリオリンピックのハリボテエコ対策がバレてしまったが、これ以外にもパリオリンピックのエコが茶番である証拠が出てきている。今回のオリンピックはほとんどの競技がフランス本土で行われているが、実はサーフィンだけは例外なのをご存知だろうか。フランス本土から1万5000キロ以上離れたフランス領ポリネシアのタヒチ島チョープでサーフィンの競技が行われている。チョープーは世界でも有数のサーフィンスポットとしても知られているのだが、オリンピック開催が決まり、とある問題が勃発していた。というのも、オリンピックのために建設する審判用タワーをめぐって数ヶ月間にわたって激しい議論が続けられていたのだ。そしてこのタワーの建設によって手つかずのサンゴ礁が傷つけられ、波そのものにも影響を及ぼすことが懸念されていたのだ。チョープーには20年前に作られた木製の審判用タワーが存在した。しかしオリンピックの主催者は当初、これを40人を収容できる3階建てでトイレとエアコン完備のアルミ製建造物に建て替える計画を立案。ところがこの計画により、サンゴが傷つくことを懸念するファンの間で動揺が広がった。ナショナルジオグラフィック協会による原始の海プロジェクトの上級海洋生態学者アラン・フリードランダー氏は、オリンピックでは世界中の人がチョープーの壮大な波を目撃することになるでしょう。しかしその波の下に隠れているものこそがフランス領ポリネシアにとっての真の宝なのです、と語る。前述したようにタヒチのサンゴ礁こそがフリードランダー氏が語る宝なのだ。サンゴ礁はサンゴポリプと呼ばれる動物からできており、何千種もの動物たちに住処を提供している。ここで暮らす1000種を超える魚たちの中には、地球上の他のどこにも見られないものも含まれているとフリードランダー氏は言う。サンゴは敏感で傷つきやすい生き物であり、工事や闘病によるダメージは海洋熱波に対するサンゴの抵抗力をさらに弱める恐れがある。サンゴがダメージから回復するには何年もの時間を要する。つまりあれだけ環境を意識した大会を宣言していたフランスだが、本土を離れたポリネシアでは積極的に環境破壊を推し進めていたことが発覚したのだ。傷ついたサンゴは20年経っても元通りには回復せず、今あるサンゴ礁の大半は現在の大きさになるまでに約5000年を要しているそうだ。さらにサンゴ礁が失われれば、そこに住む生物の多様性も変化してしまうという、まさにパリオリンピックが掲げた目標と真逆のことがポリネシアで起きていたのだ。 IOC はじめパリ市の主張するエコロジーや SDGs、 多様性の尊重は彼らのエゴの塊であり、何一つ本質をつかめていないことが明らかになった。もはやこうなってくると何もかもがバカバカしく腹立たしい。このように中途半端なエコを掲げるのであれば、そもそもパリにオリンピックを誘致するべきではなかった。パリオリンピック実行委員会やフランス政府は完全に世界中の人をバカにしている。フランスは今回のパリオリンピック開催によって国の無能さを世界に知らしめることとなった。もはや見る気も失せてしまいそうだが、選手たちの競技はまだ残っている。少なくとも大会終了まで少しでも選手たちの住環境が改善されることを願わずにはいられない。